皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでね一旦この動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の え文言を大きな画面で一語一句お読みくださいとても重要なことが書かれていますすべて一ち一句承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますどこが一箇所でも承諾できないという方はこの動画を見ることができませんのでここで動画を見るのをやめてくださいそれでは今日もいってみましょう2019年4月18日木曜日 暗号資産草コイン中野研究会今日ね <laughs> あ朝から動画いっぱい撮ってますねはい、あのー、今までね資料,、まあ、資料調査してね資料作って、えー、かなりね、あのー、資料を取りためてるんでね、あのー、動画いっぱい作っていきたいと思いますで今日今回の動画はですね外国為替証拠金取引まあいわゆる FX だよね FX の国内口座と海外口座の違いについてね、えー、表を作ったので説明したいと思いまーす。こちらですね、まあ、1万円ものですけど、ここに凝縮させました。左が国内口座で、右が海外口座なんですよ。で、まあ、まあ、比較すればたくさんあるんだけど、重要なポイントはこのぐらいかな。うん、まず、最大レバレッジ。 国内はね、金融庁が規制して25万倍まで下がりました。あの2007年とかね、そういう時は規制がなかったので、まあ、2000倍とかね、平気だったんですけどね、国内でもね。はい、だから今のね、<laughs> あの1年前の仮想,通貨と仮想通貨取引所と一緒ですね、金融庁登録も必要なかったんですよ。金融,金融商品じゃなかったんだよね、FX って。今でもね、あの金融商品じゃないんだよね。 スワップ取引だけが、金融商品の、えーっと、金融商品のですね、あの、デリバティブ取引なんだけど、あの、先取引はね、金融商品じゃないんですよね、実は。FX ってね。そこら辺知らない人もいっぱいいるからね。あの、FX っていうのはね、金融商品じゃないんですよ。金融商品取引法での規制がないんですよ。あの、はい、先取引っていうかさ、だから、 価格再起については金融商品じゃなくて、スワップポイント、スワップ投資については金融商品取引法での規制があると。で、あのデリバティブ取引なんですけどね。まあ、そこら辺わかんない人いっぱいいるだろうな、きっとな。騒いでる人な。はい。<laughs> あの、法律上ね。で、海外口座は、金融庁のホームページ見ると、FX はデリバティブ取引ですって書いたんだけど、FX って2つに分かれるから。うん。先に取引とデリバティブ、あの、 借金取引とスワップ取引ね。借、はい、金については、商品、商品、金融商品じゃないんですよね、法律上ね。だから、金融、<laughs> もう本当にね、法律わかんない、わか法律読まないからね、またね、金融商品取引法って読まないからね、新しくなったですね。法律読んでもいないのに、<laughs> なんか、金融商品取引法違反だとか言ってる人いるんだけど、 まあ、びっくりだよね。日本語読めないのかな。まあいいや。<laughs> 海外講座は、まあ800、XM888 倍とかね。3000倍とかあります。まあ、だたい400倍ってとこ多いかな。で、これね、レバレッジはね、どうしたらど、どっちがいいのかというとね、もちろんレバレッジは大きい方、大きければ大きいほどいいです。で、XM もね、最大レバレッジ888倍でね、 え枠をまあ新規口座解説の時に1倍にしますか、5倍にしますか、10倍にしますか、100倍ですか、200倍ですかって最大レバレッジ枠を設定することができるんですよ、口座解説する時に。だから最大レバレッジ888倍で1対88で作った方がいいですよ。その中で自分でレバレッジを調整してかけていくんですね。はい、で最大レバレッジっていうのはですね、あの少ない金額で大きな お金を取引ででできるとということですの、ね、もちろんだから100円しかなければねじゃ国内だったら100だから2500円しか取引できないですよねでも3000倍使えばね <coughs> 30万円の取引できますから利益は大きいですよねでしかも海外口座の場合は後で説明しますけどおいしょうがないんですよねおいしょうがないんですよだからあの大きなあのレバレッジいわゆるか 掛け率で取引するとマイナスになった場合ですね。日本の場合はですね。お衣装が発生するんですよね。その分マイナスになったんだから、お金払えって取り立てに来るんですよ。家に取り立て本当に来るんですよ。払わないと。でも海外講座ってすごいいいですよ。例えば100円で3000倍の取引をした場合、30万円の取引しますよね？で、逆に言ったら30万のマイナスだったりしますよね？でも取られるのは100円だけなんですよ。 まあ、いわゆる証拠金の100円だけなんです。証拠金100円入れて、日本だったら2500円でしょ海外だったら30万取引できるでしょで、30万全部なくなっても、取られるのは100円だけなんです。証拠金以上は取られないんですよ。それ素晴らしいよね。投資家保護してるよね。国内はね、あの、例えば100円入れて25倍だから2500円取引できるよね。 で、勝てば、例えば2500円だとして、負ければ2500円のマイナス。そしたら2500円の、だから100円は取られて、あと2400円払えてきますから。うん、メールで来たり、電話で来たりね。で、払わないとね、取り立てが家に来るんですよ。ほんでもちろんブラックリスト乗りますよ。だからね、<laughs> やんない方がいい。国内は絶対。うん、とんでもない、とんでもない金融庁の法律になってるから。 はいお衣装がある。これ株もあるんだけど、FX もあるんですよ。実際ないないとか言いながら、あるんですよ。あの、相場がね、急激に動くときってあるでしょう。例えば今年のね、1月3日のフラッシュクラッシュ時とかは、もうかなり多く、たくさんの人がね、お衣装を払ってます。そんで、僕も、あの、まあ年、年始にですね、 外為、えー、オンラインの FX セミナー出ましただいぶ出席しましたけど10回ぐらいねその時言ってましたよやっぱり外為、えー、オンラインのユ、ね、FX ユーザーもねかなりの絞、ね、ってもらった電話あの <laughs> FX 会社のサーバーがね強制ロスカットってのを置いてて、えー、証拠金以上を払わ,ない払わなくていいようにシステムでね強制ロスカットってやってくれるんだけどそれも飛び交えちゃえば上がるんですよ そうしたらお金払ってね、ちょっと法律上払わなくちゃいけないんですよね。これがね、数十万、数百万。で、一番おお多かった人はね、会社経営者の社長さんでね、2000、2 3000万円今請求してるって言ってたねで。やっぱ払えないじゃん、そんな。だって元々ね、証拠金として3000万円ぐらい入れてて、それ全部取られた上にまた3000万円払いって言ってるんですよ。で、こんなのね、日常茶飯事なんですよ。で、相場って株もそうだけど、為替も何があるかわかんないから。 スイスフランショックなんかっていうのもあってね、で、FX 会社が倒産しちゃうほどね、世界の FX 会社がね、まあ、ものすごかったですね。で、それなんで倒産したかというと、えー、っと、その FX 会社の利用者にお衣装を払って払ってって言ってもね、払ってくれなかったんだって。で、そ,のそうしてるうちに、ね、倒産しちゃったんですよ、FX 会社自体がね。もちろん、そのお衣装の、えー、っと、は逃れられないですよ。次に引き継いだ会社が、債権持ってますからね。 個人は握らないですね。会社は倒産すれば逃げられますけどね。国内口座はね、恐ろしくてやらない方がいいです。あとはね、両立てしてても無理ですよ。あの相場が大きく動くとね、スプレッドが大きく動くんですよ。例えば100ピプスとか200ピプスとか国内でもね、<laughs> あの楽天証券なんて500ピプスとか800ピプス、8円とか、嘘だろってぐらい動きますから、で両立てしてるとね、両方に800ピプスで、 合計1600ピプスですよ。動くんですよ。で両立てしてても、えー、全部強制ロスカットっていうか、お衣装発生するんですよ。だからね、世の中にね、安全っていう言葉はないんですで。安全なのは海外なんですよ。海外はお衣装なしなんですね。だから証拠金入れてれば、それ以上取,れな取られないんです絶対に。例えばで、しかもですね、証拠金少なくて済むでしょ、最大レバレッジが。 888倍とか3000倍とかあればね、例えば1万円入れてれば888倍取引できるし、XM だったらね、例えば10万円、<laughs> まあ888倍って使わないけど、だいたいまあ200倍か100倍ぐらいでやるんですけど、100倍ぐらいかな、やるのは。例えば200倍使ったとして、えー、10万円入れてると、えー、200とか2000万円ですよね。2000万円のドルが買えるわけですよ。2000万円分ね。 うん、そ,うそうすると、1円、1円じゃなくて1、1銭、10銭動いただけで、かなりのね、金額の利益が出るわけです。で、例えば、国内でね、あのまあ、いわゆる1ピプスって言われるんですけど、まあい、まあ、違う違う、1万通貨だいたいね、1銭、2銭しか動かないから、レバレッジを利かせるんですよね。それで、1銭、2銭、10銭しか動かないんですよ。ドルってね、ドル円っていうのは。 じわじわしか動かないんで、だから、大体1万ドルぐらい買わないと、1万ドル買っても1千動いても100円しか利益出ないんですよ。だから、まあ、大体10万ドルぐらいかけるんですね。まあ,あ、素人でもね。私たち素人、素人というか、個人でもね。で、10万ドルかけるのにいくら必要かと。えー、44万円ですね。国内25倍だと。うん、44万で10万ドルですね。で、1ピプス動いて1000円なんですよ。 それ、すごい高いですよね。44万円が、そのまま証拠金として納めないといけないわけですね。それで、えー、ギリギリですね。ギリギリ10万通貨かけられるので、4万4千で1万通貨ですね。で、大体、まあ、倍ぐらい入れとかないと、いや、すぐに強制ロスカットになるんで、まあ、大体、そうだな、100万円ぐらいかな。えー、100万円ぐらい入れて、ようやく10万通貨かけられるんですね。 うん、まあ安全にかけけられるわけですよそれで、まあ、1ピープス1000円、10ピープスでようやく1万円の利益が出ると。うん、で、逆に、それでね、あのーまあ、あの1月3日のフラッシュクラッシュなんかあったときには、えー、ドーンってね、ロング入したんだけども、えー、マイナスドーンって下行った場合には、強制ロスカットって言って、ですねその証拠金100万円入ってますよね。それ全部取られると。 取られるプラスアルファはどんだけ下に行ったかで取られちゃうんですね。で、海外口座の場合はね、えー、例えば880倍使うとね、1250円なんですよ1、1万通貨ね。だから10万通貨で1万,万2500円でいいので、だいたい5万円入れとけばね、10万通貨、5万円入れとけば安全に10万通貨かけられるわけです。こっち、国内通貨は100万円入れないとダメですよ。 10万通貨ね。海外交差は5万円でいいんです。20分の1ですよ。はい。それで、えー、<laughs> あのフラッシュクラッシュがあったときには、5万円だけが取られてなくなるだけです。国内は100万円、プラスおい塩があって、いくらになるか分かんないですよ。何百万になりますよ。国内は5万円だけでいいんですよ。なんか不,祥、ね、不足の事態、事態があった場合ね、アメリカとど,どっかが戦争するとかね、ドーンって下がる場合があるわけですよ。 トランプさんがなんか問題発言したりすると、ね、一気に何円か下がる時があるわけですよ。それでも、こっちは5万円だけなんです。んで、プラスに行くと、1ピップス1000円、10ピップス1万円、20ピップス2万円って儲かるわけです。こんなにね、素晴らしいことってないんですよ。うんで、しかも追い証がないのでね、ドーンって下がってしたとしても、この小こ、口座に入ってる5万円以上は取られないんですよ。これがね、 海外講座を FX やるなら海外講座をおすすめする、唯一、あの最大のポイントですね。あと、会社の規模としては、国内は <laughs> まあ大きめのところが多いね。まあ、もちろん野村証券とか大和証券もあの提供していますよ、FX ね。あと、松井証券とか楽天証券とか提供してるけどあの、結構手数料高いですね。次に話す手数料が、まあ、10, 10ピプスとか20ピプスとか30ピプスあるんでね。 はい。だから、<laughs> じゃあ、ということで、国内で安い手数料で提供してるのは、GMO とかね、DMM とか、えー、SBI 証券とかね。まあ、比較的、まあ、中堅小さい会社から中堅どころですね。大企業も提供してるんだけど、手数料高くてやってらんないですよ。で、海外は、まあ、比較的小さいかなと思うんですけど、まあ、実態は、<laughs> 取引金額的には、まあ、 え毎年何千億円ってありますからね、まあ、実態的にはまあ中規模ぐらいに当たるかなと思います。で、スプレッド、まあ、ほんで評判もいいからね、海外講座、XM とか、まあ明日紹介しますけど、iFlex とかね、タイタンとかあの、出勤拒否とかそういうの全くないですからねあの、すごく人気があります。小さいけどね、小さいかどうかわかんないですよ、まあ、多分中堅から大企業だと思います、海外もね。 あと、スプレッド手数料なんですが、えー、これ、売りと買いの間の差額ですね。日本は0.3って言って低いんですよ。で、海外は、まあ、XM は1.8かな、平均。大体2ピップスくらいあるって高いと。いうことで、これ、どう違うのかというと、これはね、透明性の一番下に関わってるんだよね。でね、何かというとですね、スプレッドちっちゃいのはな、こんなね、0.3っていうのはね、普通はありえないんですね。 この DD 方式と n d t 方式ってあるんですよ。で、日本はですね、なんかある日突然ですね、金融庁があの飲み行為をせあのやっていいってことでね、飲み行為をあの法律上認めちゃったんだよね。ある日突然。で、そこからなんか金融庁の天下りが多くなったんじゃないかって話があって、それネット上にも書いてあるです法律にも書いてあるんだけど、 ある日突然ね、FX 会社は飲み行為をやっていいですよと、まあ、多分株もやっていいと思うんだけどね。<laughs> そうなっちゃったんだよね。はい。それでスプレッドが小さいと。もともとね、あのー、私たち個人、投資家の、えー、まあ、ドル円とかの注文についても、国際インターバンクマーケットってあるんですよ。で、そこに注文を出さないといけないんですね。で、海外に口座ってのはほとんど出してるんですよ。 それで、インターバンクの手数料が0.4から0.5ピプスくらいあるんですよ。で、それに手数料乗せてるので、あと、アフィリエイト手数料もあるんですよね。あの、XM なんかっていうのはね、平均ピプス、平均スプレッド手数料が1.8なんですよ。1.8のうちの1.1ピプスをね、アフィリエイトで紹介者にですね、毎回、ポジションを取るたび毎回換金してるんですよね。 1.8ピプスのうちの1.1ピプスをアフェリエーターに還元しちゃってるんで、毎回一緒、一緒ですよ。だから0.7しかないんですよね。で、0.7のうちの,の0.4から0.5ですね、インターバンクマーケットにの手数料なんですよ。だから、XM の本当の収益っていうのは、0.3から0.4しかないんだよね。 はい。それで、国内口座はね、なんでこれ0.3ピプスでやっていけんのと。もともとインターバンクの手数料が0.4から0.5かかるからマイナスじゃんかと。かほとんどですね、DD 方式って言ってですね、飲み行為なんですよ。で、これは NDD ってのは飲み行為じゃないってことで、飲み行為って何かって言ったら、まあ、あのヤクザとかね、その、不法、えー、 まあカジノ、不法カジノってあるでしょ。闇カジノって日本にもあるじゃないですか。まあ、新宿とかよくわかんないけど。それですね。あの、堂とが全部も飲んじゃうわけですよ。も持っちゃうんだうわけですよ。で、インターバンクに注文出してないんですね。で、なぜか。なぜかというと、どうせみんな負けるじゃんと。FX やってる人の95%以上負けますから。まあ、初心者はほぼ100%負けるんで、どうせね、売り注文、買い注文を えー、もらったところでね、どうせインターバンクに流さなくたって、どうせこの人負けんでしょうと。で、じどだったら、インターバンクに注文出さなくても、どうせ負けて、全部丸々ね、自分の、注文出さないでね、自分のところに持ってれば、どうせこの人負けるから、うん、全部自分の利益になるじゃんと。だから、注文出さなくていいやっていうのを、金融庁が認めちゃったんだよね。それ、飲み行為って言ってね、 非常にまあ、悪質。ちっちゃくちい。だけど、本当にいいのかどうかわかんないんですけどね。これ法律にも載ってます。はい。あの、ウィキピディアにも載ってんですよね。なので、0.3ピプスって安いんですよ。これやっていきにいいじゃんって。インターバンクの手数料0.4から0.5あるのにねあの。どうなってんだよってね。これだから日本のね、FX の闇って言われててですね。だから日本、国内口座の日本のね、FX 会社と、 その日本の FX 会社を利用している私たち個人投資家っていうのは利益相反してるんですよ。利益相反するでしょ日本の国内口座の FX 会社、まあ、GMO とか DMM とかねいろいろあるけどお客さんに負けてもらわなくちゃ困るわけですよインターバンクに発注なんかしてねえんだから自分で持ってるわけだからお客さん勝っちゃうと自分の貯金からお客さんに払い戻さなくちゃいけないわけだって早く負けてほしいわけよね だから、まあロ、えー、ロスカット狩りとかね、なんか変なプログラムが動いて、なんかちょうど、ね、損切り入れてるところまで走るんだよね。ある日突然ね。うん、だからそれが、あ、おかしいなと。誰か見てんじゃねえかと、まあ。プログラムで監視されてんじゃないかって、fx やればわかります。国内口座ね。海外はそんなことないんですよ。その代わり手数料高いと。ただ、 えー、アフィリエイターに換金、えー、してるのと、インターバンクにも手数料払ってるから、自分のところでね、取る手数料は0.3から0.4しかないということですね。で、<laughs> で私の、私の方ではね、今回、XM のアフィリエイト講座を開設いたしました。で、私の方ではね、えー、1.0ピプスですね。毎回、私のね、まあ、この動画の、この YouTube 動画の動画解説欄にですね、 えー、XM の講座解説、あとは途中でね、もう解説してあっても、もう一回ね、私のアフィリエイトリンクから、えー、追加講座解説してくれれば、私のアフィリエイト講座に、えー、ポジション取るたんびに1.0ピプスの手数料入りますからね、貯めときますんで、言っていただければと思います。まあ、返金するっていうか、なんかみんなで飲み会やったりね、セミナー開いたり、旅行したりするのに使おうかと思ってるんですけどね。はい。 あと、お衣装、さっき言いましたよね。国内はありですね。まあ、非常にね、FX をするユーザーにとってみては、もう不利なことばっかりなんですよ。すべて。で、なんでやるのって国内で。意味がわかんない。はい。で、海外はお衣装なしなんですよ。投資家保護の観点ですね。で、口座凍結も結構あります。スキャルピング規制っていうのがあってね。なぜスキャルピング規制をするかというと、スキャルピングって儲かっちゃうんですよ。で、0.3ピプスでしょ。 でちょっと利益が出てすぐに決済する。でスキャルピングって儲かるんですよね、やっぱりあの、はい。なので、サーバーに負担がかかるんですよ。まあ、数秒でちゃっちゃかちゃっちゃかねあの、クリックしていくんで、サーバーにすごい負担がかかって、それが1人や2人だったらいいんだけど、何万人、何十万人って朝から晩までやるわけじゃないですか。24時間サーバー動かしてますから。サーバーに負担がかかるんですよね。 でそうすると、で儲かるんですよ、スキャリピングって。だから <coughs> あの、すぐに凍結されてね、もうあなたはもうできませんとで、お金を出金しかできませんってなるわけ。とにかく儲けられたら困るから、うん、FX 会社とあのお客さんは、利用者、FX の利用者は、利益相反してるんで、追い出されるわけですよ。 だから、暴力団のね、闇カジノと一緒なんだよね。儲けすぎると殺されちゃったりするんでね、<laughs> とんでもないんですよ。<laughs> あんまりね、このこと言うと僕もね、やばいからね、これ以上言いませんけど。だからスキャリピングって言うとね、あの1秒とか2秒とかね、数秒でね、えー、買いと売り、売りと買いを繰り返すって、そうじゃないんですよ。10分以内ですよ。10分 <laughs>、ね、ポジション取って、10分以内に決済すると、もうスキャリピングだって言われちゃうんですよ。 で、それはね、もうブラックボックスになってんで、いや、1時間以上で、1時間以内でもね、スキャリピングだとか言ってね、もう何言っても、あの、口座凍結解除してくれないですから。海外はそんなことないです。スキャリピング規制なしですね。まあ、あるとこもあるんですよ。まあ、N、DD 方式のところがあるんでね、そこはスキャリピング規制ありますけど、他はないですね。はい、ないです。で、スキャリピング規制で口座凍結はされないです。海外口座は。あスプレッドが、 広くなるだけですね。この人ちょっとスキャリピングで儲けすぎだから、えー、スプレッドを広げようと。平均2.0を2.5ぐらいにする。そうすると、えー、しょっちゅうポジれなくなるんでね、スキャリピングできなくなるんで、でいきなり口座凍結ないです。国内だけですと口座が凍結されて追い出されるのはね。 あと、取引ツールですが、国内はですね、各会社が独自のものを作っています。MT4 を使えるとこもあるんだけども、まあ、簡単なが定期能なやつをやってます。で、海外はですね、世界標準の MT4。まあ、メタトレーダー4とかメタトレーダー5が、もう標準で使えますね。まあ、メタ、MT4 がいいですね。MT4 はちょっと使い方が難しいんでね、MT4 でいいですで。税金ですね。金融庁が飲み行為認めてね、 えー、FX 会社をすごく守って利益でタムリコンさせてね、まあ、それでなんか天下りが多くなったって噂があの僕は知らないですよそれはね税金もある日突然ね一律総合課税55%だったんだけど <coughs> ある日突然ですね、えー、分離課税一律 20%, あ20プラス復興税ですね20.3%ぐらいかな乗、えー、って これだけなんですよ、税金。ただ、海外は総合課税で最大55%ですが、まあ、4000万円以上稼ぐと55%ですよ、最大ね。<laughs> 自分の給料とか、他の収入と合わせて。ただし、まあ、1000万とか500万だったら別に15%とか10%ぐらいなので、そんな高くない。20%より低くなる場合もあります。はい、ただ、こんなね、あの最大1億、2億とか稼いでいくわけじゃないですか、これからね。 海外の FX もこんだけね、レバレッジ高くできて、えー、しかも追いしようがないと。最高だから最高ですからね。スカ切ピングもできるし、MT4 も使えると。<laughs> で、最大55%っていうのは、えー、っとね、日本でね、1億、2億稼ぐっていうの時間かかる。うん、ちょっとずつしか増えていかないんで、最大25%パ25倍のレバレッジしかないからね。しかもある日突然やっぱり相場が崩れて、 全部ゼロになって、しかもお衣装払わされるときあるからねあ。ちょっとずつ出勤しながら増やしていくしかないんですよ。海外口座も出勤しながら増やすけれども、お衣装がないんで、出勤した分まで取られることはないです。だから、この、この税金面だけが国内口座はいいんだけども、いや海外口座ね、これが、ま、1.2倍ぐらいあ、じゃあじゃあ2.5倍か。これ払わなくちゃ最大ね。 最大払わなくちゃいけないけども、それを、これを見ても、あまりあるほどのメリットしかないです。海外口座は。あまりあるほどのメリットしかないです。はい。あと、ここはね、スプレッドが広いけれども、こんなの目じゃないです。もう、場合、あの、レバレッジがすごい大きいので、2.0ピフスなんかもう、全然もう、0. も全然余裕です。はい。しかも、ちゃんとね、 はい、逆に2.0もあるから、あのスキャルピングに頼らないでですね、えー、ファンダメンタル分析とね、テクニカルチャート分析をしっかりできる能力を養う,養うしかないから養うことができるってことですね。国内はね、0.3あるからしかないから、もうポジポジ病になっちゃうんですよね。はい、ポジポジ病になったら全財産失いますから気をつけてくださいで。先ほど言った透明性は国内は不透明な取引ですね。 はい、飲み込みが行われ飲み込みね。飲みこいって悪いイメージあるけど <coughs>、えー、日本では合法化されてますから、えー、ちょっとかなり怪しいですね。日本の金融。金融の法律はかなり金怪しいですね。まあこう言ったらいけないけど、海外は、えー、飲みこいやっちゃいけないので、透明な取引ですね、えー。で、FX 会社と利用者は利益相反してないです。 はい、お互いに設けないと、えー、例えば XM とかもね会社が存続できないのでなんとかね <laughs> 利用者が FX うまくなるようにいろんなツールを提供したりいろんなビデオを提供したりセミナーを提供したりしてます国内口座はね、えー、お客さんと FX 会社は利益相反してるんであの常にお客さんからね全部も,もぎ取ろうとする 雰囲気が漂ってるし、みんなそう言ってますね。だから国内講座をやめたほうがいい。練習するだけにしといたほうがいいですね。はい。ということで、今回は FX 会社の国内講座と海外講座の、えー、違いをね、説明させていただきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。